どうも、さとみです。本日なんですけども、今巷を賑わせているスイカゲームがスマホでできるというね話をリスナーさんにいただいたので、僕は今インストールしてやってみたんですけども、広告早いな。まだ1ゲームもプレイしてねえぞ。入場料みたいな、動物園水族館のね、あの入った時のあの入場料ぐらいの感じで、スイカゲーム始めてないのにね、広告出されちゃいましたけどね。特にオチはないです。さあ、戻ったらなんか見覚えのあるね、なんかこの距離こんな離れてたかな、箱とこのフルーツを持ってるこの雲の距離こんな離れてたかな。でこれまあやってみてる感じ、まあこうやってスライドさせてね、離すと置くんかな、これ。じゃあ一番端で置いてみようか。なんだこれ、さくらんぼっぽいやつだな。話してみようか。はい、おーお、バウンドするんだ君。お前絶対バウンドすんなよ。おめえバウンドはすんなよ絶対。ちょっと勢い余っちゃってね、勢い余っちゃって楽しくなっちゃってね、これ。でこう合わせてみようか、どうなるか。いきます。はい、合体。おお、なんかくっつくときはスンって驚異の吸引力、もうなんかすごい2つの星と星出会っちゃったみたいな感じでくっついたけど、単品で落とすとボイーン。いや結構勢いあるな。カツン、コロ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 って言って、なかなかの勢いでいきましたけど。ではこれまたくっつけたらスッ、一回当たってくっつくんだ。お前絶対普通にくっつけよ。これさ、真ん中から落とすやん。でもなんか生々しいな、これブドウザクロかこれ。なんか近い何かを感じるけど、果たして本当にこれはスイカゲームなのか、それはスイカを作ってみないとわからないんじゃないか。じゃあイチゴとイチゴで、はい、ブドウなのかザクロ。やだな、顔がやだな、なんか全然可愛くない、全然可愛くないと思った。こう目がちっちゃいんだ。本家のスイカゲームは目が大きいから可愛いけど、目って大事なんだな。すげえ高速移動した今、雲が。はい、これでイチゴ。やばい、ちょっと待って、画面にブドウしかいない絵面になっちゃう、絵面ひどくなっちゃうって。はい、これブドウ。なんだお前、なんだお前は、お前は一体何なんだ、お前の正体は。ちょっと放置したみかんみたいになりやがって、ちょっと放置したみかんになりやがって言って、この進化の輪見たら、ちょっと放置した本物のみかんおったわ。次お前何なんだ一体。これ端に当てたらどうする。いや、そっちに行くんかい、そっちに行くんかい。この左の黄色いなんかね、よくわかんない何かに当たって今ちょっと移動しちゃったね。よいしょ。で、ちょっとみかんにしたい。なんか今吸わなかった、横から。吸引力えぐない、このゲーム。そのえぐい吸引力だよ。こことここくっついてくれ、ほら、端置き。はい、来た。てか、進化のはよく見たら、なんか、小峠さんみたいなのいるんだけど。あれ、何のフルーツなんだ、あれ。てか、おめえよく見たら、スイカゲームって、おめえスイカ丸の作る前にもうスイカできてんじゃねえか、半分のスイカ。半分のスイカを2つで1個のスイカになるっていう感じなのかな。いや、ちょっとスイカ作るまでやりたい。よー、そこね、器用にかわされちゃった。スイカできるまでやりたいけど、これね、見えてるよりも判定がでかいんだよね。でも驚きの吸引力でくっつくっていう。そうなんよ。意外に1個1個の判定はでかいけど、なんとかゴリ押しプレイで。割とどうにか。え、これさ、上乗ったりできんの君。跳ねる。乗らない。待って。ダイレクト来た、ダイレクトみかん。からの、これは、なんだ、アッポー？さすがにリンゴ？え、なにこの右上のリフレッシュボタン。押してみようぜ。はい。ちょ、待って。最悪。俺今最悪の予感しててさ、スマホ版だからちょっと優しくして、持ってるもの変えれるのかなみたいな、広告見たら持ってるもの変えれるのかなって思って押したら、まさかのね、最初からなりました。リセットぐらいかけるだろ、文字で。なんでんだお前、何お前、何あんた一体なんやねん、カテゴリー頼む。絶対に果物屋さんに売ってないラインナップ出てきた。なんだこれ、ちょっと髪の毛みたいな生えてて腐ったんか。よくわからんけど、ここはとりあえず小さいものをでかくしていく。そしてこれもどんどんでかくしていく。いいよ、でかさこそが全て。え、順調じゃない、めちゃめちゃ順調じゃないかな。のえ、これ間に行きたいんだけど、いける。あ、乗った、一応乗った。で、待って、急いだろ、これ全然あるぞ。はい、からの、うーん、待って、ここでかくする。いいよ、みかん作る。待って、いけるかも。はい、からの桃できていく。いいよ、うまい。本当は桃一番右にしたかったけど、よいしょ。で、この左のアッポー、この左のアッポーを
俺が頑張って、よいしょ、ちょっと待って、そこ、くっつけていく。あー、みかん生つも、みかん生つもしちゃうか。みかん生つもからの、はい、リンゴリンゴ、お前なんだんだ、だから。はい、これで斜めの法則、斜めに向かって積み上げていく、これがレジェンドの戦い方、スイカゲームレジェンドの戦い方ですよ、これが。はい、からの、よいしょ、いいよ、ぶどうから。じゃあお前は何なんだ、そして。いいよ、いいよ、はい、少しずつ重りを加えていく。あ、重り加えなくても、こう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 、そしてここで右上押せ、はい、おい、いいよいいよ、押せ、もう少し、もう少し体重、おら、よし、来たー。だから何、小峠さん来たー。なんやお前、誰やねんこいつ、全然わからん。パイナップルなのか、パイナップルなのか、メロンパンなのか、パイナップルみたいな何かなのか。え、これさ、マジでスイカいけるんじゃない、いける気がしてきたぞ俺、ワンチャン。はい、でもなんか不思議だけど、やっぱスイカゲームって、この元のスイカゲームめっちゃおもろいから、このスマホのスワイプ、この なんつうんだろうな、コントローラーを使わないこの操作感、これだけでめっちゃ楽しい。あー、まあまあこうだな、こうだな、いや見えてきて、大丈夫だよ、みんなみんな安心してほしい、俺には未来の自分が見えてるから。未来の自分が見えてるって、なんか絶妙に伝えたかったニュアンスが伝わってない感じのする言葉選びしちゃったんだけど、見えてる。はい、からの下、近いから、はいはいはい、うまし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 、からの、はい、いいよ、くっつけていく、はい、くっつけていく、そしてパズルとパズルが重なり合っていく、この感じ、いいよ、どんどんできてる、できてないように見えて、どんどんでき、そしてここ端に置いて、はい、そこくっつけたいね、くっつけたいね、どうやったらくっつくかな、それ。ちょっと形悪いの、はい、桃来た桃来た桃来た、そしてあとはゆっくり、もうゆっくり回す、焦んなくていい、もうゆっくり、もうあの狩りをするように優雅に自分の欲しいブロックを待ち続ける、もうそれだけ。自分の欲しいブロック、それは何か、うん、全然来ないわ。はい、いいよいいよいいよ、からのここで、おい、進化して押す押す、でっけえでっけえけど、これどうしたらくっつくんだ、これどうしたらくっつくんだ、ちょっと待って、はいはい、いいよ、徐々にね、徐々にじっくり時間をかけてやっていこうぜ。いいよ、傾けからの、押してるよ押してるよ、切れてるよ切れてるよ、あっ、はっはっ、全てが全てが崩れる、きたー、スイカできた、ファンタスティック、うー、1個が1が2を呼び、2が4を呼び、4が8を呼び、8が100を呼ぶ、そんな素晴らしい連鎖を今皆さんに届けられたと思います。難しいな、これすごく難しいな、とりあえず数を減らさないと。いいよ、数を減らしつつ、つつない、オッケー、イチゴかブドウになり、ブドウになり、ダーンダーンダーンの法則、これダンダダンの法則って呼んでんねん俺は。いいよ、からの黄金ルート揃った、黄金ルート揃ったが、ちょっとここは様子見のイチゴ、お前来るの、だったらここで右とかあったら、少しナイス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 、でかいよでかいでかいでかい、ここに奥く忍ばせる、でイチゴをブドウに、ブドウをブドウに、はい、イチゴをブドウに、ブドウをブドウに、ナイス、からのここにイチゴを置くと、サクランボ来た時にサクランボがイチゴに、イチゴがブドウに、全ては連鎖でできている。はい、そしてここもまた、そうそういう宿命、あー、これも連鎖、1連鎖2連鎖3連鎖4連鎖はいかない、まあとりあえず、ああそっちとくっつ、待って、そっちとくっつかないでって言ったけど、くっついた方がスペース的には良くなるが、くっつくのかあれ、いやくっつけよ、最終的にくっつくんかじゃない、俺がくっつけるのである。はいよ、ここをブドウにしたら、その衝撃で、はい、くっつく、でかい、だがしかし、だがしかし、めちゃめちゃ広がってしまう、溝は深まるばかり、よかれと思ってやった行動が当人たちにおいては、実はそれが亀裂を生むエピソードになったりもするっていう、この人間世界であり起こりうるトラブル。スイカゲームって人生だと思うよね、なんかこの積み上げていって、積み上げた先に少しの力で崩壊したり、崩壊したんだけど良い方向に向かったりっていう、この難しい、人生が難しい、このからくりをこのゲームで表現してるんじゃないかなっていう、あえてキャッチーなスイカゲームっていう言葉を使ってるけど、実はものすごい深いゲームなのではないかと。ここに入れたらバンって、隙間埋まると思ったんよ俺は、今押さないか、押してくれると思ってたんだけどな、意外に辛抱強いな。いや、そこも奇跡的な体感で、体感がよろしいこと、本当に。いいよ、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 来た来た来た、からの、はい、合体。合体したら下も合体するって、オッケーオッケー。全部そこまで思い描いてたストーリー。全部わかってた。これワンチャン、これワンチャンあれだな。
あー、仲良くね。ワン、ツー、うまくいかねえな。からの、ワン、ツー、スリー、でっけえ、でっけえ。からの、ここも行っちゃって、ここも行って、いいよ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 。これ何か一個変わったら人生変わるもん。人生一発逆転すぐある、すぐある。長い人生失敗することがあるが、その失敗したがゆえに、失敗したからこそ繋がる道っていうのも確かに存在している。回り道も無駄じゃないと。いつか、今その瞬間では無駄だと思うことも、長い目で見たら、あの失敗があった頃、待て待て、やばい。意味わかんねえことつらつら喋ってたら、ちょっと俺これどうしていいかわかんなくなってきた。どうしていいかわかるんだけど、大丈夫やってくわ、私。はい、はい。からの、神が味方しているぞ。これ、動かないかな。動いた。ナイス、くっついて。そして、上に押し上げて。打ち上げ、押し上げろ、押し上げろ。押し上げろ。ほら、ここに、うら。ここに力入れる。ここだろ。ほら、ここなんだよ、ほら。ほら。もうちょい、もうちょい。ほら、重さ。いや、重いとか軽いとかないんか、このゲーム、もしかしたら。まさかない。あ、待って。待って、もう少しなんですよ。これ押すしかない。ほら、何度でも挑戦するぜ。からの、どんどん重くしていく。どんどん重くしろ。いいよ、最初は軽い、最初は軽い何かかもしれない。後に全てを超越するほど重い何かに。おい、全然乗らねえな。全然お前、そんなファンタスティックな動きすんなよお前。いけいけるいける。ここを進化させたらオッケー。からの、からの、あるのかないのか、どっちなんだ。来た。え、ちょっと待って。来た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 よ。今できたよね。今一番いいところで広告するやん。分かってるな。続きは CM の後でっていう、昔テレビ見ててめちゃめちゃモヤモヤしたわ本当に。いきます、3、2、1。はい。いや、まさかの終わり。スイカゲームってスイカ作るゲームだったんだこれ。いや、まあ間違ってないんだけどさ、スイカ作ってから頑張るゲームじゃないんだ。スイカ1個作るまでに、もう画面いっぱいビチビチに積み上げて、スイカ以外を作るゲームなんやこれ。で、もうこぼれるっていう瞬間にスイカを完成させるっていう、逆にね。だからフルーツみんなちょっと元気ない色してるんだ、逆だから。いや、だとしてもお前何枠やねん。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。